岡県柳川市を舞台に撮影された映画柳川が大阪アジア映画祭のオープニングに選ばれ上映されました。その土地のなんていうのかな、こう情緒っていうんですか、その土地ならではのいろんなこう絵にしが見える映画だったな。柳川、私もぜひ一度行ってみたいと思いました。大阪アジア映画祭はアジア映画のゲートウェイ大阪を世界にアピールしようと毎年開催されていて、今年で17回目となります。新型コロナウイルスへの感染対策のため大掛かりな演出はありませんでしたが、柳川市を舞台にした映画柳川がオープニングに選ばれ10日夜上映されました。我的電影柳川被選為電影節的開幕片、我覺得非常的榮幸。映画柳川は中国人のチャン・リュル監督が制作した中国語映画です。中国人の兄弟が柳川を訪れ、かつて愛した女性と再会する物語で、日本からは福岡市出身の俳優池松壮亮さんらが出演しています。静かの中に流れるあの川の流れっていうのがすごい印象的で、人生とすごい重ね合わせて見ることができました。大阪アジア映画祭は3月20日まで開かれています。